それでは一つ、先日ニュージーランドに旅行した時の話。ツアーの食事で日本食鉄板焼きのレストランに行った。店員はほとんど外国人。まずレジの金髪兄ちゃんの、いらっしゃいませ、こちらにどうぞという、ものごっつい流暢な日本語にビビった。席の前にでっかい鉄板がセットしてあって、焼きながらお皿に取り分けてくれるシステムなんだが、向かいのテーブルに外国人の家族がいた。じいちゃんばあちゃん、両親と子供3人。そのテーブルについた料理人は立派なひげのニュージーランド人、多分で、料理用の金属製のヘラを、そりゃもう華麗に職人技で操る。空中でくるくる回したり、カカカカッと音を立てて鉄板の食材を切ったり、子供たちはキャッキャッと大はしゃぎ、親たちも感心して見てる。一方俺たちのテーブルの料理人はまだ若いアジア系の兄ちゃん、日本語が通じなかったので日本人ではないはず。新人らしく少したどたどしく料理を作ってくれるんだが、アルコールで炎をブワッと上げるなどパフォーマンスがうまくいくたび、ホール係の店員たちが笑顔で見守る。それがまた微笑ましい。どの店員もこの日本料理の店を愛していることが伝わってくる姿と、客も心から鉄板焼きを楽しんでくれているらしい姿に、和やかな気持ちになれる旅の一幕だった。ドイツにて飲み会の帰り、酔っ払った独人男性2人とも日本語できるとタクシーにて。独1、酔っ払った時に歌う日本の歌はありますか？私、え、んなもんがドイツにはあるのか、しばし考え、ある。独2、え、教えて教えて。私、難しいよ。いい？独1、頑張ります。私、ちょいと一杯のつもりで飲んで。独2、方法。私、いつの間にやらはしご酒、略あ、ほれ、すいすい、すうだららった、すらすらすいすいすい。独1、は？独2、すらって意味なに意味？私、意味なんかない。さあ一緒に、すらすらすいすいすい。やけ気味。独1、すが多すぎです、すいません、酔っ払いってやーね。ロンドンのユースで同室になったチェコ人の女の子。ち、どこから来たの？私、日本。ち、私、日本大好き。私、またアニメ好きか？と思いつつ、日本の何が好き？ち、私、火山の勉強してるの。日本って火山ばっかりなんでしょ？素敵だわ、行ってみたいのよね。そう来るとは思わなかった。日本は火山列島ってのがたまらんらしい。九州のどこそこの火山がとか、どこそこの地形はとか、いろいろ熱く語ってくれてはりました。専門用語がわからなくて困った。同じユースにいたケニア、ウロ覚え人も微妙に日本好きだった。サファリのガイドをしていたらしく、顔を合わせるたびにキリン、サイ、シマウマーと、サバンナの動物たちの日本語での呼び名を叫んでくれてた。